はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、新発売の、限定醸造のどごし生の冬ののどごし。違う、冬のどごしか。冬のどこし。冬のどこし。のどごし生の冬バージョン。華やぐコク、アルコール度数6%。限定醸造。です。これ第3のビールですね。原材料が発泡酒、かっこ、麦芽とホップと糖類と、大麦スピリッツとなってます。はい。まあ、特に説明も書いてないですね。それではいただきたいと思います。最近ですが、関係ないんですが、このグラスですね、買ったんですが、以前買いました、ホッピーの、ホッピーグラスじゃあ、ハイピーか。ハイピーグラスの、ハイピーだっけ?ハイサワーか。ハイサワーの、ケッツグラスね。の、まあ、と同じようなやつで、金宮のね、この、金宮っていう、まあ、焼酎があるんですけど、それの、グラスね。月のやつ。てか、グラスを買ったんです。で、ここにね、ちょっと見えづらいと思いますけど、線が入ってて、25度と20度。まあ、25度の焼酎だったらここの線まで入れて、20度だったらここの線まで入れる。で、まあ、なんかで割ると、まあ、同じぐらいの濃度になると。度数になりますよ。なかなかね、うん。まあ、いいグラス買いました。今日のつまみはスモーク味のベビーチーズです。安定のベビーチーズ。これ美味しいんだよな。それじゃあ乾杯。うん。うん、ちょっとあれですね。ああ。うん、ちょっと、まあ、色が濃いだけあって、ちょっと、味が、濃いというか、香りが、ちょっと深いというか。冬のどごしくぐりまーす。11月11日により、全国発売。ああ、じゃあ今日発売したやつなんだ。麦芽比率にこだわることで、ごくごく飲める喉越しを実現しました。また、カラメル麦芽を一部使用することで、視覚的にも高い満足感を得られる、冬らしい濃い色合いの液色に仕上げました。二仏工程の後半に香り付けのホップを投入する、レイトホッピング製法を採用することで、華やぐコクと香りを実現しました。今なんか、後ろでなんかバギッとかって言ったんですけど、ラップ現象ですかね。ラップ現象はね、多分、冬になりやすいね。うん。冷えて、関係ないけど、金属とかが冷えて、縮むんで、それでパキッてなるんですよ。別に幽霊とか、俺幽霊信じないんで。見たことないし。この世で信用できないのはね、幽霊と、あと催眠療法、催眠、マジック、とか、魔法。まあ、ここら辺だね。UFO とかも全く信じません。あれは嘘です。
まあ、そんなもんですかね。気軽にごくごく飲めるという特徴を生かしながら、冬の季節に好まれるコクは掛け合わせた、と、なってますね。あ、そうそう。あのね、関係ないけど、アサヒのね、スーパードライでね、またね、あの、限定のやつが出たっぽいですね。あの、あれ限定ね。なんだっけ。ギフト。ギフト限定ね。なんか紫色のなんか出ました。おお、なんだこれと思ってね。店で見つけたんですけど。まあ、あれは多分ギフトなんで、まあ、後に、まあ、ギフト限定じゃなく普通に販売されるようになるとは思うんですけど。まあ、今のところとりあえずね、まだ買うことはできない。まあ。まあ、ケースで2500円ぐらいだったんで。うん。まあ、買わなくていいな、とりあえずな。まあ、喉越し生ヨガは美味しいですね。明らかにね。うん。美味しいんだけど、まあ、まあ別に、そこまで、まあ、特に突筆するところも、ないっすけどね。まあでも、そもそも喉越し生ってあんまり美味しくないんだよ。そもそも。うん。だから別に、まあ、あんまり美味しくないやつがうまくなったとしても、まあ大して、うん。別に大したもんでもない。うん。言ってあげた。普通にね、第3のビールはね、やっぱ、炭切りとかの方がうまい。まあ、どっちもキリンだしね。これ基本的にビールはキリンとアサヒ推しなんで。うん。基本的にアサヒ。アサヒはまあ、スーパードライ。まあ、キリンはやっぱり、あの、ね。あの、ラガーとかがある。まあ、つい最近またね、あの、冬なんですけども、あの、キリンのクラシックラガーですね、の大瓶、一ケース買いましたけどね。あれも美味しいですね。
やっぱ冬はね、コクのあるやつが飲みたくなるんで、コクのあるクラシックラガーを、ね、買いました。まあ、もう寒くなってきてね、とうとうまあ、ストーブをつけることになってるわけなんですが、まあ今日も、今10度ぐらいですね。外はね、寒い。そう、全く関係ないですけど、今日11月11日なんですけど、まあ12日もなりましたけど、なんか、ポッキーの日とかってなんか言ってたから、言ってたじゃないですか。で、ポッキーの日なんで、なんか、ポッキーの日にちなんで、なんか、ポッキーがなんか、ようわからん企画やるっつって、なんかニコニコのニュースで出てたんですけど、なんか、空中からなんかポッキーみたいなの落下させて、なんか、地上のところになんかめがけて、ね、落下させるとか、ね、そういうのがあったみたいなんですが、なんかね、サイト見たらね、ね、驚くべきことにね、11月11日にね、やる予定だったんですが、あれですね、天候不良のためなんか、次の日に延期とかってなってて、11月11日ポッキーの日だからやるべき企画なのに、なんでお前12日にやって延期してんのって。バカじゃない?それじゃあお前企画倒れだろ、どう見ても。それはちょっとないわ。ねえ。あ、なんか、新しいサイト発見した。いいサイト発見した、これ。ビール発泡酒チューハイの部屋だって。これすげえな。めちゃくちゃ、あれだわ。すごい。めちゃくちゃ種類が多い。あれ?トップバリューのバーリアルのリッチテイストで出たんだ。うわ、すっげえ、なんだこれ。はぁ。すごいぞ、このサイト。あり。これはすごい。ああ。これはすごいですね。今までで、4400本。4400本も紹介してる、このサイト。すげえ。これぶっ壊しとこう。行きましとこう。4400本 !2000 年から始めてみたいですね。あ、でも、序盤はあれだな。画像がついてないけど。後から、ちゃんと画像もついてるし。すげえな。で、適当にレビューが書いてありますね。サイト名が、これはあれか、ケイシの、ぶどう酒的日常っていうところの、ビール発泡酒チューハイの部屋っていう。
しかも11月11日アップデートしてる。すげえ。これはすごいな。最新の酒、ビール、チューハイ、発泡酒が並んでますね。すげえな。ようこんなのやっていけるな。か。まあいいや。というのがありましたって。よければご覧ください。11月の12日と。コクがまあ4つ星ぐらいですかね。甘みはまあ普通にないじゃない。普通か。香りもまあ、若干あるような気がするけど、まあ大したことでもない。ですね。4344、いやね、4343です。ご視聴ありがとうございました。